やか。なんだかテンション高いな。いいことでもあったのか？実はね、フィールドを探索してたらすごく綺麗な湖を見つけたんだ。周りにモンスターもいないし、すごく素敵な感じなんだよ。だからみんなで遊びに行けないかなって。そうだな、たまには攻略以外で出かけるのもいいかもしれない。だよね。早速みんなにメッセージを飛ばしてみよう。じゃーん、ここだよ。はー、めちゃめちゃ広いよね。こんなところに湖があったなんて。全然知らなかったよ。さすがフィリアだね。フィリア、連れてきてくれてありがとう。うん、みんなが喜んでくれてよかったよ。いやー、クラインとエギルは残念だったわね。私たちの水着姿が見られないなんて。そうだな、特にクラインなんか仕事休んでまで来ようとしてたけど。そこまで必死になられるのもちょっと。それじゃ早速入るっか。ちょっと待ったね、キリト。なんだ VR セ…そうじゃなくて、一応見張りを立てた方がいいんじゃない？今はモンスターがいないけど、ここはフィールドだから、いつモンスターが襲ってきてもおかしくないわ。そっか、確かに。わかった、俺が見張ってるよ。みんなで入ってきてくれ。え、本当にいいの？ああ、俺は湖に足でもつけて楽しんでるよ。キリト、これで心置きなく水浴びができるわね。キリト君、途中で見張り変わろうか？見てるだけじゃつまらないでしょ。いや、構わないさ。アスナは楽しんできてくれ。そうよ、キリトは別の楽しみがあるでしょ。別のって？水着見放題じゃん。は？お兄ちゃん変態。すぐ、俺が言ったんじゃないぞ。シノンが勝手に。まあまあ、それも見張りの特権だよ。それより早速入ろう。そうね、でもその前に。ほら、なんであんた隠れてんのよ。さっきまでは普通に一緒にいたのに。引っ張らないで。ちょいっ、レインちゃん、どうして隠れたの？なんだか水着に着替えたら急に恥ずかしくなって。え、なんで？別に恥ずかしがることないと思うけどな。スタイルの差が歴然として。あ、胸のこと？なんだ、そんなことか。気にする必要ないわよ。シリカなんてすでに諦めの境地に入って。ないです、諦めてるわけじゃありませんよ。それじゃあ一番乗り。うわ、冷た。ほんと、でも気持ちいいね。水がすっごく綺麗ですね。飲んでも大丈夫かな？もうピナは飲んでるわよ。美味しいって言ってます。この湖結構深いみたい。泳げそうじゃない？なんだか競争したい気分ね。え、みんなで泳ぐの？うん、面白そうじゃない。それじゃ水泳大会しましょう。水泳大会ですか？こういうのって久しぶりだな。今じゃなかなかやる機会ないもんね。私は初めてだよ。楽しみだな。みんな楽しそうだな。誰かいるな。まさか
本当に見張りの役目を果たすことになるとは。そこにいるやつ、出てこい。え？本当に覗き魔がいたんですか？誰が覗き魔よ。セブン、なんでこんなところに。それはこっちのセリフよ。せっかく穴場の湖を見つけたから一人で満喫しようと思ってたのに。またシャムロックの奴らを振り切ってきたんだな。あなたたちがいるならもう帰るわ。何事も先着順だからね。セブンちゃん、ちょっと待って。せっかく来たんだし、一緒に泳がない？そうよ、今からちょうど水泳大会を開催するところなの。あんたも加わりなさい。あ、はいはい。私いいこと思いついた。一等の商品はキリトです。明暗ね。そうすればみんな気合も入るんじゃない？そうね、キリト君を振り回せるのは悪くないかも。君を勝手に商品にするのは良くないと思うよ。とか言ってキリトが誰かのものになるのが嫌なだけだったりして。それならアスナちゃんが1位になればいいんじゃないかな。そうしたら誰かのものにならずに済みますね。いいわ、私泳ぎには自信があるの。受けて立つわ。アスナもやる気になってしまった。もう止める。アスナも承諾したところで早速始めましょうか。私棄権したいんだけど。へえ、意外だね。リーガは真っ先に参加すると思ってたよ。お兄ちゃんがかかってるのに。その今日はやめとこうかなって。単純に泳げないよね。はい。それではライバルが一人減ったところで今度こそ始めるわよ。第一コース、リズベット。優勝してみせるわ。第二コース、アスナ。絶対絶対に負けられないわ。第三コース、シリカ。第4コース、ストレア。優勝してキリトを独り占めするんだ。第5コース、シノン。商品はどうでもいいけど、負けるのはごめんだわ。第6コース、フィリア。泳ぎは割と得意だから、優勝を目指して頑張るぞ。第7コース、セブン。私には秘策があるからね。負けないわよ。第8コース、レイン。泳げるかな。自信ないな。第9コース、ユイ。はい、頑張ります。第10コース、ユウキ。勝負となったら負けられないね。キリトは僕のものにするよ。そして、お兄ちゃんと私は審判ね。スキルや魔法の使用は禁止。湖の端からスタートして真ん中にある岩でターン。最初に戻ってきた人が優勝です。それじゃあ位置について、よーいスタート。一斉にスタートしました。最初に前に出たのはアスナか。さすがウンディーネだな。ウンディーネは一番水中活動に長けた種族。このまま一気に引き離すわ。まだまだ。おい、なかなか進まないよ。胸が大きいのが肌となりましたね。お先に行かせていただきます。わあ、シリカは早いね。なんか純粋に喜べない。しかし今回に限ってはチャンスなんです。アスナ、
待ちなさい。そんなこと言っても待つわけ。アリリズ、水着の紐引っ張らないでよ。結び直さないと見えちゃうわよ。やだなんてね、本当に紐が緩むわけないでしょ。それじゃお先。リズのバカ。うわ、溺れる。おかしい、おかしいわ。みんなからだんだん引き離されてる。浮き輪を使っても追いつけないなんて、どうして。みんな遅れてるからチャンスね。そこにある岩でターンすればあと半分。ん、どうしたのフィリア。なんだろうこれ、何か吸盤みたいなのがついてるんだけど。吸盤。あ、フィリア、それは掴んじゃダメ。もう掴んじゃ…なんだ？地震？あっ、湖の底に何かいます。巨大なタコ型モンスター。私に絡みつくなんて。セブン、おら、ジャック、早く武器を。これじゃ装備できない。タコさん、来ないでください。リーちゃん、危ない。ママ、どうしよう。お兄ちゃん、あっという間にみんなタコの足に捕まっちゃったよ。すでにみんなに絡みついてるから使えないはずだ。それじゃあ頭を狙って一気に片付けるね。はぁ、リーファさん、正面から攻撃してはダメです。え、あぁ、メーガー、すぐ、大丈夫か。大丈夫だけど、炭で前が。くそ、すぐに。モンスターの資格は後頭部です。わかった。さすがパパ、やりました。はあ、やれやれ。ありがとう、キリト君。死ぬかと思った。あのタコ、許さない。シャムロックの全勢力を持って叩き潰さないと。もうキリトが倒しちゃったわよ。あれって湖の主だったのかな。あんなのもいるんだね。いろいろあったけど楽しかったね。どこがですか。私なんて全身炭まみれで最悪でしたよ。はあ、もう少しで私がキリトを独り占めできたのに。こうして水泳大会は波乱の展開で幕を閉じた。みんなには悪いけど、心の奥で俺はほっとしていた。優勝決まらなくてよかったな。Thank you.
バルゴ、ちょっといいか。キーボー、それにリーファか。何か面白いネタでも掴んだのか。定位置から動かず、攻撃もしてこない邪神級モンスターがいるのは知ってるか。ああ、そいつか。詳しい情報は俺っちもまだ集めてる途中なんだ。今分かってる情報だけでも言ってほしいんだけど。まだちゃんと裏が取れてないから売る気はないぞ。情報屋としての信用が下がるのはごめんだからな。でもどうしても邪神を助けてあげたいんです。裏が取れてないなら私たちがその情報の真偽を確かめます。しょうがないな。この情報はタダでくれてやるよ。え、いいんですか。その代わりキーボーたちが攻略したらそのイベントの情報を売ってくれ。ああ、わかった。邪神の近くにあった石板は確認したか。太陽と月が奪われたからここに持ってこいってやつだろ。それだ。このイベントでは太陽と月両方を集めなければならないんだ。そしてこのスバルト・アールブヘイムのレアアイテムに太陽の石、月の石と呼ばれるものがあるんだ。それらの石がある場所は？正確な位置までは分かってないが、どちらもここにある洞窟の中だよ。それだけ分かれば十分だ。ありがとうな、アルゴ。どういたしまして。念を押すようだが、攻略が終わったらこのイベントの情報を売ってくれよ。もちろんだよ。よし、早速石を探しに行こう。うん、頑張ろう。ここに太陽の石と月の石があるんだよね。ああ、ここからは情報がないから注意して進むぞ。あのモンスター、他のやつより強そうだな。あ、見てお兄ちゃん、モンスターの後ろにオレンジ色の石があるよ。となると、おそらくあれが太陽の石だな。こいつを倒さないとゲットできないってことか。そうだね。行くよお兄ちゃん。ああ。綺麗かよくわかる。リアルではこんな石見たことないぞ。私もだよ。これは高く売れそうだな。イベントアイテムだから売れないのが残念だ。もうお兄ちゃんってまたそういう夢のないこと言って。え、お兄ちゃん、顔が近いよ。ごめん、気づかなかった。もうきっと年頃の女の子はこういうの気にするんだろうな。うかつだった。気兼ねなく接するのも問題だな。すぐに嫌われてないか心配だ。お兄ちゃん、何ぼーっとしてるの。太陽の石、もう私のアイテムストレージに入れちゃったよ。ああ、サンキューな。それじゃあ、月の石を探すか。私は準備できてるよ。
いだな。太陽の石と同じで、月の石の前にモンスターがいるな。行くぞ、すぐ。うん、お兄ちゃん。これで月の石もゲットだな。今度は青い石だ。太陽の石も綺麗だったけど、こっちもすごく素敵だな。そっか。お兄ちゃん、なんでそんな遠くにいるの？前回の失敗を生かして。前回の？ああ、太陽の石をゲットした時のこと？なあ、妹だからってあんまり気を使わないのも考えものだなと思ったんだよ。だからもう少し女の子として接した方がいいのかと思ってさ。そんなこと考えてたんだ。あ、すぐ。もっと近づかないとちゃんと石が見えないでしょ。だからってそんなに顔を寄せなくったって。お兄ちゃんとくっつくの嫌じゃないよ。え、さっきはいきなり至近距離にいたからびっくりしただけだもん。なんだ、よかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが女の子として接してくれようとしたなんて。結局どっちの方がいいんだ？どうしよっかな。そんなに迷うものなのか。というか、いつまでくっついてていいのか。じゃあ、どっちも。まったく、すぐは欲張りだな。ダメかな。できるかどうかはわからないけど、努力してみるよ。お兄ちゃん、ありがとう。あ、さて、月の石もゲットしたし、一旦町へ戻るか。準備を整えてから、邪神がいる場所へ行こう。そうだね、できるだけ早く行ってあげよう。苦しんでる邪神のところに行こう。あ、そうだな。この石板に太陽の石と月の石をはめれば何かが起こるはずだ。なんか緊張してきちゃった。俺がはめようか。いい、自分でやる。それじゃ、えい。
かりだしたな。これから何が起こるんだろう。あ、邪神も光ってるよ。ほんとだ。光がどんどん強く。消えた。お兄ちゃん、あれ、邪神が女神に変わった。え、どういうこと。元は女神だったの。妖精たちよ、ありがとう。私はアース神族の女神エイル。私を邪神の呪いから救ってくれて感謝します。あのまま呪いが続けば、徐々に精神が蝕まれ本物の邪神になっていました。太陽と月、その二つの光をあなた方が取り戻してくれたおかげで呪いから解き放たれたのです。本当にありがとう。いえ、呪いが解けてよかったです。お二人ともう少しお話をしたいところですが、私は主神オーディの妻、フリックに仕えるのに、これから彼女の住む宮殿に戻らなければなりません。あなたは。俺？フリック様のご子息である今は亡きバルドル様とウリ二つではないですか。え？フリック様はバルドル様を失い、ひどく落ち込まれています。あなたを宮殿にお連れすれば、フリック様は大層お喜びになるでしょう。早速宮殿へ向かいましょう。ご案内いたします。え、俺だけなのか。ええ、きっとフリック様はあなたをお求めになるでしょう。さあ、こちらへ。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん一人を連れて行く気？私はこの方をフリック様のもとへお連れしなければなりません。バルドル様に代わり、フリック様を癒すことができるのはこの方だけですから。それはダメ。すぐ。お兄ちゃんは渡さない。お兄ちゃんはバルドルの代わりじゃない。私のお兄ちゃんなんだもん。すぐ、エイリは NPC だからそんなこと言ってもわからないと思うぞ。それはそうだけど、お兄ちゃんを一人で行かせるなんてやっぱり嫌なの。そうですか、それでは仕方がありません。え？おそらくフリック様も無理に連れてきたのではお喜びになられないでしょう。諦めてくれるの？お二人からは深い愛を感じます。それを引き離すなんて私には到底できません。愛？しかし、私はお二人に命を救っていただきました。そのご恩を返さなければなりません。フリック様の住まい、ベンサリル宮殿にいらしてください。存分におもてなしいたします。いずれこちらからお迎えに上がります。ああ、わかった。楽しみにしてるよ。こちらこそ、またお会いできることを楽しみにしております。消えたな。とりあえず邪神じゃなくて、エイルさんは解放できたんだよね。ああ、まさかの展開だったけどな。しかし残念だったな。エイルについていったらレアアイテムがもらえたかもしれないのに。あ、でもすぐ置いていく流れになってたみたいだからな。俺一人がアイテム独り占めなんてしたら怒るか。そういう理由で引き止めたんじゃないもん。お兄ちゃんが一人でどこかに行っちゃうと思ったらすごく嫌だったの。そっか、エイルも納得してくれたみたいだし行かな。うん。それにしても NPC のエイルがすぐの言葉を理解するなんて驚いたな。一生懸命伝えたから気持ちが届いたのかな。そうかもしれないな。ねえお兄ちゃん。
ゃん。勝手にどこか行っちゃダメだよ。ああ、どこにも行かないよ。ちゃんとすぐのそばにいるから。うん、これからも一緒に冒険しようね。ああ、よろしくな。メッセージが届いたよ。ああ、俺にも届いた。 NPC とはいえ女神からメッセージをもらうなんてなんだかすごいな。助けてもらったお礼をしたいのでフェンサリル宮殿に来てください。だって、行こうお兄ちゃん。お待ちしておりました。あ、エイルさん。我が主、フリックの宮殿にお越しいただきありがとうございます。私が宮殿をご案内いたします。ありがとうございます。すごく豪華な宮殿だな。なんか目がチカチカするよ。ほんと、こんな建物がスバルト・アールブヘイムにあったんだね。あ、食事も美味しそうだよ。北欧の料理なのかな。この料理はお二人のために作ったのです。存分にお召し上がりください。わーい、何食べようかな。全部美味しそうなんだよね。ああ、珍しい料理もたくさんあるしな。よし、全種類制覇するか。オッケー。美味しかった。もう食べられないや。ここぞとばかりに食べたもんな。お二人とも楽しんでいらっしゃいますか。はい、今日はありがとうございます。お二人へのご恩を考えればこれでも足りないくらいですが、喜んでいただけたなら幸いです。やっぱり来てよかったな。エイルさんもいい人だし。前はあんなに渋ってたのにな。一人を連れて行こうとしたからで。そろそろ踊り子たちの舞が始まります。お二人も一緒にいかがですか。え、踊り。お兄ちゃんダンス苦手だもんね。でもせっかくだから一緒に踊ろうよ。実はあなたにお礼ってお願いがございます。何ですか。フリック様が一目あなたにお会いしたいと申しております。フリック様は今日の日を心待ちにしておられました。ぜひこの機会にフリック様にお会いし、そして一曲踊って差し上げてください。え、あの、ちょっと。お兄ちゃん、ちょっとこっち来て。あ、すぐ、いきなり俺の手を引いてどこに行くんだ。やっと止まったか。ここでいっか。いきなり宮殿を飛び出してどうしたんだ。お兄ちゃんが誰かと踊るのが嫌だったんだもん。え？ねえお兄ちゃん、さっきの続きしよ。続き？ダンスだよ、ダンス。ね、ちょっとだけでいいから。こんな素敵な夜空の下で踊るなんてもう一生ないかもしれないよ。わかった、付き合うよ。やった、ありがとう。って言っても空中で踊るのか。地上より難易度が高いような気がするんだが。大丈夫、
お兄ちゃん随意飛行だってすぐできるようになったんだからさ。まあそうだけど、飛行とダンスは違うんじゃないか。それじゃあ空中で踊るコツを教えてあげようか。コツがあるんなら知りたいな。ズバリ楽しむことだよ。ちょっとお兄ちゃん、なんで呆れたような顔するの？全然参考にならないなと思って、もっと具体的な技法があるのかと。ホバリングしながら横移動するの。なんだ、ちゃんとあるじゃないか。こうか。こっちに突っ込んでこないでよ。ごめん、思いのほか制御が効かなくて。難しく考えるからだよ。私が補助してあげる。行くよ。大丈夫だよ。バランス崩しても私が受け止めてあげるから。ああ。ゆっくり横に。おお、こんな感じか。あ、そうそう。なんだ、お兄ちゃんうまいじゃない。ああ、飛行の練習だと思うとうまくいくような気がするな。少しずつだけど、コツもつかめてきたぞ。意外と楽しいもんだな。予想してたのとは違うけど、楽しいならいっか。あ、流れ星。え？お兄ちゃん、早くお願いしなくちゃ。ああ。すぐは何をお願い事したんだ？教えない。お兄ちゃんは何お願いしたの？すぐがずっと仲良くしてくれますように。え、何それ？せっかくこうしてまた一緒に VR 世界を旅するようになったんだ。これからもずっとこうして隣で笑っててほしいなって思ってさ。そんなの当たり前だよ。私がお兄ちゃんを嫌いになるはずないじゃない。すぐ。だからお兄ちゃんの願い事は叶ったも同然なんだからね。そっか。さて、俺の願い事は教えたんだ。今度こそすぐのを教えてもらうからな。あ、見て見てお兄ちゃん、東の方が明るくなってきたよ。もうすぐ夜明けだね。あ、おい、すぐはぐらかしたな。早くしないと置いてっちゃうよ。私の願い事、そんなの決まってるよ。大好きなお兄ちゃんとずっと一緒にいられますように。さてと、必要なアイテムは買い揃えたし、あとはキリトくん。ん？ああ、アリシャさん。黒ずくめのスプリガンくんは遠目に見ても目立つね。買い物？ああ、次のクエストに備えた買い出しだよ。アリシャさんこそ一人で。別に、ちょっとした気分転換だよ。ここには面白いものもたくさんあるしね。これあげるよ。何かを口に突っ込まれた。これはチュロス？よくわかんないけど、そこのお店で買ったんだ。これなかなか美味しいね。確かにうまいけど、いきなり口に突っ込まないでくれ。ごめんね。領主様が食べさせてあげるなんてめったにないことだから、多めに見てほしいな。はあ、そうだ、お詫びに君に面白いものを見せてあげるよ。面白いもの？うん、ここじゃちょっと見せられないから
場所を移動しようか。まあ、わかった。だいぶ人気のない場所まで来たな。何を見せるつもりなんだ？ここら辺でいいかな。じゃあ、始めるよ。なあ、この詠唱は聞いたことのないスペルワードだな。なんだ、俺たちの周りだけ急に暗くなっていくな。いきなりアリシャさんの前に光が集まって、あの形は。よし、成功。これって鏡か？うん、でもただの鏡じゃないんだよ。ほら、鏡の中を見てみて。何かが映ってる。どこかの部屋みたいだけど。うん、執務室だね。執務室？なんでそんなものが。あ、人がいるぞ。あれは、咲夜さん？な、君は、キリト君か？やっほー、咲夜ちゃん。ルー、お前の仕業か。ごめんね。あの、これってどういう。これは月光鏡って言ってね、闇属性の上級魔法なんだよ。この魔法を使うと鏡を通して遠くにいる人と会話ができるんだよ。へえ、すごいな。でしょ。とりあえず咲夜ちゃんを映してみました。とりあえずで人のプライベートを覗くな。それよ、わざわざ月光鏡を使って何の用だ？特に用はないよ。キリト君に鏡を見せてあげてるだけ。まったく、人のプライベート空間を勝手に映すでない。あはは、咲夜ちゃんは厳しいな。それはそうと、キリト君とくっつきすぎじゃないか？どうかな。だってこうしないと咲夜ちゃんの顔がちゃんと見えないんだもん。な、ちょっと。もう少し付き合ってね、キリト君。ん？何か言ったか？うん、なんでもないよ。アリシャさん、完全に咲夜さんのことをからかってるな。そうそう、今からこの子とデートなんだよ。え？な、デートだと？ルー、いつからキリト君とそんな親密な関係になったんだ？へえ、咲夜ちゃん気になるのかな？そんなわけないだろう。私はただ、漁師がそんな軽々しい行動をとると種族の統制を乱すというか。大丈夫。どこからそんな自信が出てくるんだ。うん、早くしないとデートの時間がなくなっちゃう。またね、咲夜ちゃん。あ、ちょっと待て、まだ話は終わってない。鏡が消えた。それに周りの空間も元通りだ。楽しかったね。咲夜ちゃんの慌てふためく姿を見られてよかったよ。後で怒られるんじゃないかな。まあ、その時はその時だよ。さて、咲夜ちゃんで遊んでたらこんな時間になっちゃったな。これからデートしたいところだけど、今日は一回ケット資料に戻らなくちゃ。さっきの話、本当だったの？ん？君はどう思うかな？どうって言われても。困った顔も可愛いね。は？もうちょっとからかいたいけど、また今度にしようかな。今日はおも…じゃあね、キリト君、また遊ぼうね。はあ、嵐のように去っていった。さすが領主様って行動力だよな。きっとああやってみんなを引っ張っていく人なんだろうな。
あそこにいるのは。ああ、キリト君ではないか。サクヤさん、どうしたんだ？一人で街を歩いてるなんて珍しいな。私だってたまには羽を伸ばしたいのだよ。時にキリト君、今時間はあるかね？まあ、特に予定はないよ。それはよかった。ではこの町の案内を頼めないだろうか。え、この町を？それなら俺よりサクヤさんの方がよく知ってるくらいじゃん。そういうことを言うのは野暮というものだよ、キリト君。女性の頼みは心よく引き受けておくものだぞ。え、ああ。ほら、返事は？わかったよ。そうか、ありがとう。ではよろしく頼む。それじゃあとりあえず。お待たせ。どうぞ、サクヤさん。ああ、ありがとう。ほう、これはクレープだな。フルーツが中に入っているようだが、現実にはないものだな。スバルト・アルブヘイム限定のフルーツらしいんだ。ほう、ではいただこうか。どうかな。うん、うまいな。イチゴのような甘酸っぱいフルーツが生クリームとよく合う。気に入ってくれたようでよかったよ。このクレープ、リーファがよく食べててさ、俺もたまに買ってやってるんだ。そういえば、リーファとはリアルで兄弟だと本人から聞いたよ。その様子だと、随分と仲がいいんだな。彼女、最近は君のことばかり話しているよ。そうなのか。一緒に攻略した話や、街で起こった出来事を、それはそれはこと細かにな。自分の知らないところで話題にされるとは、むずかゆいな。あんなに妹に慕われて、キリト君は過保護だな。ああ、そうだ。案内してくれたお礼をしなくてはいけないな。あ、そんな、いいよ。大したことをしたわけじゃないし。いいや、それでは私の気が済まないのだ。貸し借りの問題ではなく、気持ちの問題だよ。いきなり聞かれてもすぐに答えることはできないか。では何か思いついたら声をかけてくれ。最大限礼を尽くそうじゃないか。大げさだな。でもありがとう。無論。ん？何も用がなくてもいつでも声をかけてくれて構わんのだがな。サクヤさんの手が首筋に、というか顔が近い。どうしたのだ？そんなに構えなくても良いではないか。それとも緊張しているとか。あの冗談だ。君が面白い反応をするのでついからかってしまった。びっくりした。離れてくれてよかった。ああ、もうこんな時間か。そろそろ戻るとするか。ちょっとした息抜きのつもりが、君と話していたらつい長居してしまったな。また近いうちに道案内を頼むかもしれん。その時もまた心よく承諾してくれることを期待するよ。ああ。なかなか有意義な時間を過ごせたよ。ありがとう、キリト君。行ってしまった。とりあえず楽しんでもらえたみたいでよかったかな。
とこにちょうどいい人材が来たわね。人材？な、別に。ねえキリト、今からフィリアが見つけた温泉に行くんだけど一緒に来ない？え？温泉？スバルト・アルブヘイムに温泉なんてあるのか？うん、お宝を探してたら偶然発見したんだ。リズが温泉好きだって前に聞いてたから一緒に行くことにしたの。しかも今なら貸し切りで入れるチャンスなのよ。じっくりお湯を堪能できそうだわ。やっぱり普通に攻略してるだけじゃ気づかないような場所なのか。うん、洞窟地帯の怪しげな岩場だよ。その岩の間をかいくぐった先にあったから、まだ知ってる人は少ないと思うよ。ねえ、せっかくだからあんたもって思ったんだけど、どう？俺もいいのか？うん、もちろんだよ。そうか、じゃあお言葉に甘えて。オッケー、早速出発しよう。案内。この岩の隙間を抜ければあった。おお、すごい。しかも濁り湯だなんてなかなか本格的じゃない。でしょ。ああ、ここは確かに穴場スポットだな。それじゃあ早速と言いたいところなんだけど、温泉一つしかないぞ。そりゃそうよ、銭湯じゃないんだから。普通男湯女湯には分かれてないわ。だからこそあんたの出番ってわけ。私たちが入ってる間、キリトには見張りをお願いしたいの。ごめんねキリト、分かりにくい場所にあるとはいえ、一応フィールド内だし見張りがいた方が安心だと思って。もちろん後で交代するからお願い。やれやれ、最初からそのつもりか。そういうこと。別に普通に言ってくれても引き受けたけどな。いいよ、俺はそっちの陰で見張ってるから、まずは二人でゆっくり入るといい。ごめんねキリト。もともと温泉はフィリアが発見したんだし堪能してくるといいよ。うん、ありがとう。さーて、そうと決まればお先にいただいちゃいましょう。あーキリト、くれぐれも覗きなんてするんじゃないわよ。へいへい。それじゃあお先に。また後でね。二人とも楽しそうだな。さて、俺は見張りをしつつアイテムの整理でもしてますか。よし、こんなもんか。アイテム整理はできたし、あとは二人が戻ってくるのを待つだけ。キャー！なんだ。わかった、今行く。索敵スキルには何も引っかからなかったぞ。もしやハイドスキルをかなり上げてる敵が。リズ、フィリア、大丈夫かって。おおあっ、キリト、大丈夫？ああ、足を滑らせて温泉に落ちるとは思わなかったわ。それより何があったんだ。すごい悲鳴を上げてたじゃないか。それなんだけど。まあ、あれよ、ちょっとしたいたずら。いたずら？うん、温泉も満喫したし、キリトと交代してあげようって思ったんだけど、驚かせてみようかなって。なんだって。つまり俺は騙されたということでしょうか。ごめんね。でもこんなに必死になって助けに来てくれるなんて、さすがキリトよね。そうだよね。
すごくかっこよかったよ。温泉に落ちたけどさ。はあ、俺を使って遊ぶのはやめてくれ。パパ、キリトさん。どうしたんだ。あの、キリトさんって今お時間ありますか。うん、大丈夫だよ。はい、かくれんぼしたいねって話してたんですけど、二人じゃなかなか難しくて。パパも一緒にやりませんか。ああ、いいよ。俺もちょうど暇だったんだ。やった、ゆいちゃん、よかったね。はい、みんなで遊べて嬉しいです。参加者はゆいちゃん、キリトさん、私、ピナですね。ピナも一緒にやるのか。シリカについていっちゃうだろうから、二人とも鬼はできないよな。あ、それは確かに。じゃあ俺がやろうか。はい、申し訳ないんですけど。あ、みんなは隠れていいよ。ありがとうございます。で、パパが鬼ですか。強そうです。すぐに全員見つけるぞ。私も負けませんよ。見つからないように。場所なんですけど、街の中ならどこでもいいでしょうか。ああ、それと屋内は禁止でどうだろう。わかりました。みんなが隠れている間、俺はここにいればいいかな。はい、キリトさんはここで目を閉じて銃を数えてください。その間に私とユイちゃんとミナは街のどこかに隠れますね。了解です。わかった。それじゃあ数えるぞ。いい。ゆいちゃん、隠れよ。はい。きゅー。もういいかい。返事がない。みんな隠れたみたいだな。よし、探しに行くか。町の東側にはいなかったな。次はあっちを探してみるか。こっちにもいない。一体どこに隠れてんの。こんなに探してもいないなんて。まさか何かあったんじゃん。おい、ユイ、シリカ。まずい、本当にどこにも姿が。馬車か。さっきはあんなものどこにも。もしかして、ユイ、シリカ。こんなところにいたのか。町を巡回してる荷馬車に隠れるなんて、まったくやられたよ。ほら、ユイ、シリカ、見つけたよ。見つけたよ、二人とも。こんなところに隠れてたんだな。全然姿は見当たらないし、何度呼びかけても何の反応もないしで、ちょっと心配したよ。ごめんなさい。待ってるうちについうとうとしちゃって。そうですね、パパが降参したらここから飛び出して驚かせようって話をしてたんですけど。いや、いいんだ。俺も見つけるのに結構時間かかっちゃったしな。でも、さすがパパですね。ちゃんと、確かにすごいです。絶対に見つからない場所だと思ってたのに。俺も二人のアイディアにはびっくりだよ。さ、そうこうしてたら結構もういい時間だな。
今日はそろそろおしまいにしようか。そうですね、キリトさん、今日は遊んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。今度はママやリーファさんも入れてかくれんぼしましょうね。ああ、今度はもっとすぐに見つけてやるからな。